日本岡山県茨城市茨城茨町は岡山県茨城にある地名である。同市の市役所所在地。かつての四月郡茨村に相当する。近世には旗本池田両家の陣屋町として栄え、明治時代には四月郡の郡役所所在地でもあった。郵便番号は715-0019。人口は5050 50人。世帯数は2091世帯。 茨市の中心地区であり、市役所を、はじめ公的機関が集中する。古くは、しつきぐ茨村と称した。小田川西岸に沿って、町並みを作り、井の原、清里、岩野、向井町、新町、本町、中町、下町、倉掛り、夏目などの地区がある。江戸時代、茨神社の神社町として栄えたかつての、登場往来沿いには、 茨城商店街があり、商業も盛んであるが、モータリゼーションの発達により、商店の郊外進出が相次いでいる。国道313号、国道486号、岡山県道34号、笠岡茨線が当地で交錯し、道路交通の要衝となっている。また南隣の茨市七日市地町には、茨城鉄道茨線茨,城茨城駅がある。和名称に乗るしき 足継里に属したと言われ、後に、荘円の茨城に属したとされる。足利市に、ゆかりの深かった土地で、古殺前福寺の縁起に、同時所在地には、足利義氏の館があったが、将軍、足利義光により、寺院に改められた旨が記されている。戦国時代には、大内氏の勢力がこの地にまで進出し、その俗称、岡崎東兵衛信元が、 茨の横手山城に寄った。ついて、毛利氏の勢力に変わったが、1600年9月の関ヶ原の戦い後、茨村は徳川幕府領となる。1614年、松山藩主、池田長幸の最地に移ったが、1642年、二大長継に死守がなかったため除風される。その後、長継の将服の子である池田修理に宣告を与え手を継がせ、 1642年、茨村に陣屋を設け、旗本領として、最地を管理した。その後、1656年に、修理の弟池田団上里中に、茨村内の300国を分けて、分家を作り、無陣屋で、茨陣屋に委託し管理した。備中村間に乗る、両池田家の所領は、池田修理茨陣屋630国ごと発祥6号三門目茨村。 二百二十六国一都二号、片塚村、大観王月中衛門、道所助、道、吉郎兵衛、道た目の助、池田壇城、陣屋梨茨へ、五来百五十七国四都九章五号茨村,村、二百二十六国一章二号、宇都川村、二十七国四都八章七号梶江村、とある。南隣の七日市村で山陽道が、東西に通り、 笠岡から東条を結ぶ街道の東条往来が7日市で、採用道と交差し、茨村内を南北に通過していたため、茨村は、神社町としてだけでなく、交通の要衝としても繁栄。現在の茨バ町商店街の基礎がこの頃できる。茨神社は、東条往来付近の現在の茨市立茨、小学校あたりにあった。また、茨村内や、周辺の村々は、綿花の栽培が、 盛んになり、木綿製品の製造も盛んに行われた。それらの綿花や木綿製品の集産地ともなり、裕福な商家も存在していた。これは、現代において、茨城は繊維産業が盛んであることの由来でもある。旗本池田両家の支配は、明治維新まで続き、当家からは幕末に外交施設として投した池田地区を守る挑発を排出した。 1889年6月1日、町村制実施にあたり、旧来の四月郡茨村の地域で、同郡茨村とし、役場を設けた。1896年2月26日、調整を実施し、茨町へ解消。1900年3月、軍政実施により、四月郡の軍役所が、茨町内に置かれ、軍役所所在地として行政面で、また、産業、 経済、教育の面においても、周辺地域の中心として、発展を続けた。山陽鉄道が海岸線に沿って設置されたため、当時は交通運用において不満が多かったが、1913年11月16日に、笠岡駅と茨を結ぶ施設の茨笠岡、京弁鉄道本線が開通した。その後、1971年3月に廃線になるまで、 周辺の発展に寄与した。1942年4月1日、西隣のデブ村を編入。1953年4月1日、茨城町は、七木郡高谷町、西江原町、江原,江原村、あがた主村、木行き子村、山の上村、青野村、小田郡大江村、稲倉村の旧町村と合併して、市政を施行し、茨市を新設して、市役所を茨城に置いた。 近現代では織物、洋服、生糸などの繊維業、自動車部品などの機械製造業、及び、米、干暑、タバコイグサ発火桃の生産を主要産物としたが、農業においては、衰退気味、また繊維業も一部の有力企業以外は、衰退気味である。イカサ鉄道廃止以来、当地の公共交通は、バス輸送に頼っていたが、 南隣の七日市町に1999年1月11日に、茨鉄道茨線が開通し、同所に茨駅が開業し、鉄道旅客輸送が復活した。茨鉄道茨線が茨市を東西に貫き、茨町の最寄り駅となる茨駅は茨市七日市町にある。が1911年8月に、事業許可を受け、1912年1月に、 茨城電気を設立した。発電所を茨城あざち道に建設し、1912年11月に事業開始した。供給区域は、しつ郡茨城、西高原村、高谷村、出ブ村、木の小村、吉井村。1922年1月に、矢カ電灯と対等合併し、備中電気を設立した。ありがとうございます。